長ジタで属あるいはルドビジア属は赤羽中の一属である。水辺に生息するものも多いため水中で栽培できるものもある。多くの種類は適切な栽培条件で育てると葉が赤みを帯びる。シンクに近い色をしたもの、オレンジ色に近い色をしたものなど様々ある。日本では水金梅や長ジタで水雪の下などが自生し、 水田や水際などの湿性環境に生育する。長舌では直立するが、水金梅や水雪の下などは直立せずに茎を横走させ、泥に不丁根を張る。主にルドビジアの名で園芸やアクアリウムに使われることがある。種類によっては水中で育成することも可能。育成における難易度は種による。なお、この類の外来種が、 人工ビオトープを中心に繁殖している事例がある。業者が湿地植物で花が美しいとして持ち込んでいるようである。特に長寺で属に含まれるものには茎の切れ端であっても繁殖できる種が多いため、一度侵入すると完全な駆除が困難となる場合もある。以下のような種が知られている。アクアリウムなどで栽培されているものを挙げる。 ABC フローラオブチャイナボリューム13ページ400から404ヨネクラカジタリハル英語日本語ありがとうございます